これを持ってもらって、はい、まあ、ここで、ね、的の甘いからないよ、はい、上に上げていただいて、ピンタポットは、こう、いくね、あるんですけど、こういうふうにまず、これがないと止まらない。ここで一回ここでセットするんですか。これ合わせて一回持ち上げてストンと落とすんですか。はい。ってこうやって落とすのを当てます。では私に背中を向けてもらってシュー。あー、自分で手が回るかな。やめ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 。お願いします。さあ、ヨネとモミーと、あとね、あのラフティングに引き続きカメラマンの金ちゃんをね、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。金曜日だよ、金曜日。おっきい。ハイドロスピードどうですか。僕はね、この間取材ねした時に、ね、はい、いろいろお話をさせていただいたんですけど、他のお二人はどうです。それを見たぐらいです。一応説明をすると、まあ、このフィンを履いて、で後ろに乗ってるボートを手で持って、はい、ね、進んでいくっていう感じなんですけども、今日のツアーの、まあ、テーマというか、このスーパーリラックスっていうところをまずね意識していただいて、うん、体に力が入ってるとね、うまく動けなかったりもするし、疲れてもね来ますので、基本的には力を抜いて川の流れに身を任せるところは任せてというところ、うんうん、を重視したいかなと思っています。イメージしてもらいたいのはカルガモの親子のような、はい、前に線路に親子の場合それをもうくっついてブーってこう、その通りに来るっていうね、それを意識してもらえれば、ラフティングでもいろんな指示出しましたよね。それもいろんな指示をハンドサインでやります。例えばボート右向けてってこうやります。手はね向こうに向けて、はい、で左はこっちにこうやってやったりとかします。午前中はもっと向こう側から橋の方から行ったんですけども、はい、この1個下の橋、笹笛橋っていうところから今日は行きたいと思います。普段皆さん運動はされてるんですか。まあ、ぼちぼちぼち水泳を受けてるんですよね。水泳インストラクターインストラクターやってるけど、あ、そうなんですね。最近の先生はブーメランじゃないって聞きますけど。そうそうそう、ブーメランじゃないですよね。どうしたんですか。帰り戻ってくださいよ。3、2、1、ゴー！ウフー！オッケー、こっちまで。3、2、1、ジャンプ！行きましょう。3、2、1、ジャンプ！いやー。うろ覚え、うろ覚え。僕の後ろに一列、そうですね。岩があるので乗り込んで、あ、そうですね。急いで。大丈夫、大丈夫か。閉まんない？なんと。噛んでる。ハズレだよ、これは。フィニッシュ。無理だな。噛みまくってますよ。うん。お、わ、すごい。すごい。すごくないっす。ただのそのチャック。足は、こう、伸ばした状態。肘は90度くらいに曲げましょう。水泳も一緒ですよ。足の付け根からね。男子するというのが大事ですね。あ、やってくれた。乗り込みの姿勢。乗り込んだ。元に戻して。
ナイスなディスタンス、ナイス、よいしょ、サービスありがとうございます。ひっくり返って浅かった、うまい。あれ、水越先生、水越先生、先生逆です、戻して戻して、先生もう一回、水越先生もう一回、もう一回、そのままひっくり返って1でボート起こしてあげるんだよ、1で起こす、先生できるじゃないですか、グッド先生。はい、先生いいですか、はい、じゃあバタしてろ、どうぞ、あの裏っすね、うわー、ブランと向
右側。ちょっとねこう浅く浅めに乗ってこうやる感じですね。はい、はい、で一回まあ水が入ってもまあ落ち着いて、はい、じゃあ行きます。はい、バタ足。Thank you.
左に行ける感じかな。今ちょっと出ちゃいましたけど、ね。